ウィル・ウィリアム・マイケル・スミスは、アメリカ合衆国ジョージア州、高郡ニューナン出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のアトランタブレーブス所属。相性は、ホワイト・ウィリーで、向こうが黒人なのに対して、自身が白人であることから呼ばれるようになり、自身の公式ツイッターアカウントも、ホワイト・ウィリー13にしている。2007年に MLB ドラフト40巡目で、 タンパベイデビルレイズに指名されたが、契約せずにガルフコースとコミュニティ大学に進学した。2008年に MLB ドラフト7巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。カンザスシティロイヤルズ時代2010年7月23日に、アルベルトかヤスポとのトレードで、ショーン・オサリバンと共にカンザスシティロイヤルズへ移籍した。2012年5月23日の、 ニューヨークヤンキース戦で先発し、メジャーデビューを果たした。二度目の登板となった5月29日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャー初勝利を挙げた。6月に一度マイナーへ降格したが、オールスター後に再昇格してからは、シーズン終了まで先発ローテーションに入った。2013年12月5日に、青木のリチカとのトレードで、ミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2014年、 完全にリリーフに転向し、ナショナルリーグトップタイの78試合に登板、防御率3.70、1勝3敗1セーブホイップ1.42という成績を残した。65.2イニングを投げ、支球が多かったので、よし給率は4.2だったが、一方で、凄まじいペースで三振も奪い、86個奪って、脱三振率11.8をマークした。 2015年5月21日のアトランタブレーブス戦に登板した際、右腕に滑り止めとみられる異物を塗っていたとして退場処分を受け、22日に MLB より8試合の出場停止処分を受けた。この年はリーグ5位体の76試合に登板。防御率2.707勝2敗。 オイップ1.20という高成績をマークし、ブルペンの核のような存在に成長。予死休率を下げつつ、脱三心率は向上して12.0を超え、大きく飛躍したシーズンだった。2016年3月27日に、シャワー室で片足立ちになって靴を脱ごうとした際、バランスを崩し、膝の外側側腹靭帯を部分断裂して6月上旬まで、故障者リストで過ごした。 2016年8月1日に、アンドリュース・ザック、フィルビック・フォードとのトレードで、サンフランシスコジャイアンツへ移籍した。ジャイアンツ加入後は26試合に登板して、防御率2.95、1勝1敗、ホイップ1.20、ブルワーズとの合算では53試合で2勝4敗、防御率3.35、ホイップ1.22の成績をマークした。ポストシーズンでは、 シカゴカブスとのディビジョンシリーズ第3戦での延長11回に初登板。1回を三者凡退で抑えたものの、続く第4戦では9回カブスに2点差に追い上げられて迎えた無視に3塁のピンチの場面で登板したものの、ウィルソン・コントレラスに同点に追いつかれる2点タイムリーを打たれて敗戦投手となってしまい、チームのディビジョンシリーズ敗退の一員を作ってしまった。 2017年3月24日にトミー・ジョン手術を行うことが発表され、同年シーズンは全休することになり、2018年シーズンでの復帰を目指すことになった。2018年は54試合に登板して2勝3敗14、西部、防御率2.55、71奪三振を記録した。 2019年は63試合に登板して6勝、0敗34セーブ、防御率2.76、96奪三振を記録し、オールスターにも初選出された。2019年途中で、サービスタイムが6年に達して、FA 権を取得し、同年11月4日に、ジャイアンツからクオリファイングオファーを提示されたが、同年11月14日に、Q を拒否した後、 ブレイブスと3連総額4000万ドルの契約を結んだ。ありがとうございます。